1月1日火曜深夜1時を回ったところです。聞いてる人はいるんでしょうか。どうなんでしょうね。開けましたね。開ける開けるとは言われてましたけどもね、まさか本当に開けるとは思ってませんでしたけどもね、本年もやっていきたいと思います。落語家の立川志らのでございます。真打ちとして初めて正月を迎えるというそういうな感じですけどもね、開けて2日ですけれども、今日これから真打ちとして初めての立川流の新年会に向かう前でございますけれどもね、サブカル天国はどうにかこうにか、じゃあでもこれ5年とか5年目とかそんなもんですかね。無事に本当になんか普通に始まりましたけど、こう無事に乗り越えたっていうことをもっとこわだかに言わなくて、やっぱりこうやや水面下というか下の方を、波風立てないようにね、こうまだいたんだみたいな、そういうような番組であり続けたいなとそう思っております。毎年恒例で、ありますあの方、あのスペシャルゲストを来てくださっておりますので、早速、番組始めていきたいと思います。それでは参りましょう。1422ラジオ日本、立川志らののサブカル天国。改めましてこんばんは。落語家立川志らのです。立川志らののサブカル天国、落語家一のサブカル志向の私が毎回好きなものを好きなように語ってまいります。もちろんメジャーなものも一歩進んだサブカル視点からキャッチしていきます。本日というかもう本年一発目のゲスト、こちらの方でございます。もうなんかいつもお世話になっておりますって原稿に書いてありますけれども、まさしくそうだなと思います。株式会社アップフロントエージェンシー執行役員音楽制作部部長、橋本慎さんです。よろしくお願いいたします。なんだかその肩書きとなんかあの結婚式のご挨拶ご祝辞のみたいな感じですけど、すいません、橋本です。よろしくお願いします。そうそう、師匠ありがとうございます。もういやでもパーティーもね、私のパーティー去年やりました。いやいやもう来ていただきまして、もうね、真打ちになるという、こんな、もう念願の、はい、もう3年越しぐらいですかね。そうですよ、もう今か今かと真打ちをかけた、はい、でそのいろんなダメ出しを僕も見てきた中で、はい、ついに来ましたよ。ついにかと思ったら、はい、ね、いろいろ家元がね、そうなんですよね、ありね、モニフクスとかいろいろあって、また半年伸びたりなんかして、そう伸びて、あれそういえばいつになったんだっけって忘れた頃に、あこの年末にね、そうなんですよ、ね、だからどうするんだってことで日程がまあ決まらなくてですね、来年になっちゃうっていう、来年とかまあ今年かね、その年を越す可能性も出てきてたんで、いやいやいや、でもね、すごい素晴らしい新昇進パーティーで、兄弟子のね、柱さんとね、はい、一緒にやられてて、はい、ね、何より素晴らしかったのは、あれですよね、乾杯のご発声で、はい、山本慎也監督ね、はい、山本慎也監督がまあ長い、そうそうそう、すっごい長いんですよ。もう15分ぐらい喋ってる、それも全然真打ち昇進されたお二人ね、はい、こちらさんと白野さんのことに、はい、ほとんど触れずに、はい、ね、ご自身が家元どう過ごされてきたかという話を延々とそう、まあ、僕らトゥナイトを見てた人間としてやっぱりね、山本慎也監督は、やっぱりこうね、なんかこう熱いものを感じるわけですけども、ね、テーブルに座ってたの高田の先生が薪を出してたっていういつまでやってんだって、そう指をぐるぐる回したっていうね。そうなんですよ。いやでもお花も頂戴しまして、いえいえいえ、ハロープロジェクト一同よりというお花を頂戴しまして、はいはい、ハロープロね、皆さんみんなの総意で橋本さんがね出していただいて、おめでとう白野さん。いやいや本当にハロープロの子たちはもう白野さんにね、この番組でもお世話になってるし、マサさんに聞きましたよ。そんなことがあったんですかって、パーティーとかあったんですかって、正直な方だなと思いましたけどね。いやでも本当にハローのね、お花が来てて、ね、はい、そのまあ関連の方とか、まあそういったものをね、このうちの番組のスタッフなんかも来てましたんで、みんなそこで写真撮ってました。私と写真を撮らずに、その一同っていう花と一緒に写真撮ってました、いやでもね、一つだけね、あっと思ったのは、あそこでやっぱりね、うちのハロプロの子たちからね、やっぱり白野さんへのビデオメッセージとかね、ああなるほど、なんかすればよかったなと思って、庄司貞夫さんのね、ビデオメッセージありましたけれどもね、棒読みかでおなじみのすごいすごかったですけどね、ビデオレターはね、でもまあハロプロの子たちが白野さんおめでとうございますとか言っても、多分列席者ね、出席の方々によく分かんなかったかもしれませんね。結構もう、名だたるそのね、やっぱり、放送作家の方々とか、そのやっぱりね、芸人さんとか含めてね、落語さんもいらっしゃって、ね、
僕なんかあれですよ、ケータリングをね、はい、食事を取りに行くときに、前に千田光雄さんが、はい、真っ黄色のスーツ着て、はい、すっごいでっかい蝶ネクタイしながら、もう余興やるそのまんまの格好でいらっしゃいましたね。目の前で焼いているですね、肉をですね、はい、あ、じゃあ僕が最初に取るからって千田さんが言って、うん、あ、どうぞどうぞってやってたら、うん、千田さん全部持ってっちゃいましたからね。お盆まで持ってきて、4皿ぐらい全部持ってって、なはなはと言いながら去っていきました。すごいなぁ。すごいなぁ。千田さんすごかったなぁとかね。いや、ブーケトスやったんですよね。やりましたね。シャレでね、結婚式みたいな、はいはいはい、その、キャンドルサービスをやって、うん、で、ブーケトスやって、うん、で、撮った人がね、次の真打ちです、みたいなことやって、うんうん、あれ何が一番がっかりかって、うん、肩の可動域があんなに狭くなってると思わなかったですね。うん、もっと後ろに飛ばす予定だったのが、すごい手前で落ちちゃって、確かに、後輩たちが慌てて走ってそれのところ元にやってくるっていう、全然飛ばないっていうね、すごいがっかりしましたけどもね。いやね、でもね、僕はすごいこういうね、うん、真打ち昇進パーティーというか、うん、その落語家さんの世界ってあんまり知らないから、うん、すごく新鮮で、でやっぱりそのなんだろうな、やっぱりちょこちょこっと当たり前ですけど、うん、笑いを入れていって、はい、で、はい、でもその格式もちゃんと見える中、うん、でもまあ立川流だからまたちょっとそのね違ったこう、そうですね、息があって、ね、最後にやっぱり家元の娘さんの、はい、スピーチが。スピーチはすごかったですね。すごかったですね。勘三郎さんに関するスピーチをされましたけれども。そうそう。ちょうどね、ね、亡くなられた次の日でしたから。翌日でしたもんね。はい、そう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 。確かに、今日ね、お宅へ行きましたけど、確かに死んでおりましたって。ストレートだな、この方っていう。それ、高田先生が、おいおいって言いながら突っ込むというね。いや、でもさすが、やっぱり、家元の娘さんでらっしゃる。いや、ゆり子さんは、本当に、若い頃は、女男子って言われてましたから。ね、タレントさんされてたんですよ、ね、してました。ね。はい。で、今もまたコメンテーターなんかでもよく出てますけど、いや、昔はもっと怖かったですよ。弟子にも厳しかったですから、もうあの人が次の談笑を継げばいいんだってみんな言ってましたから。怖いな、DNA はっていう。なるほどね。そんな感じでございますよ。いやいや、でも非常に面白かった。楽しかったです。一問も結構揃ってましたからね。黒本付きでずらっといると、やっぱり、並ぶとね、うん、あ、こんなに立川流っているんだ、落語家がって。あれでやっぱりなんかね、おってみんながなってくれるんで。うんうんうん、今、この間ね、たまたま六本木の青い書店って、はい、あるじゃないですか、なんだっけ、松清の横のとこに、うん、はいはいはい、あそこの本屋に行ったら、落語の本のバッとあるコーナーの中が、ほとんど結構、男子賞含めた、こう、立川流のことで、そうですね、ドーッと、追善というか ね、ちょうどね、そう、やってくださって、ありがたいことに私の本とかも並んでて、そうそうそう、白さんの本も並んでて、ドーンとあって、あ、すごいなって、ちょっと一つ一つ、せっかくこうね、うん、ご縁があるから、読んでみようかなと思いながら、うん、なかなか手に取ってないですけど。うん数が多いんですよね。そうそうそう。一問だけでもね、相当だし、それにね、うん、合わせて出した人もたくさんいますからね。本当に。ということで、はい、一曲曲をね、ここで聴いてみたいと思うんですけれども、ね、はい、今年はどうしましょうかね。一発目。そうですね、今年は、だからハロプロの中でも、一発目に出るシングルっていうのが、うん、これですね。うん、1月23日に発売になりますけれども、はい、うん、モーニング娘。あら、次11人になった。あ、じゃあ、小田さんが加わって最初の。小田桜が入っての一発目。じゃあ、その曲を聴いてみたいと思いますので、はい、じゃあ曲紹介の方一つよろしくお願いいたします。はい。モーニング娘。のニューシングルで、Help Me。1422ラジオ日本、立川志らののサブカル天国、落語家立川志らのがお送りしております。改めまして、今週のゲストを紹介したいと思います。株式会社アップフロントエージェンシー執行役員、音楽、もういいですかこれは。もういいです、もういいです。橋本慎さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ただのスタッフですいません。ただのスタッフっていうか、もうなんか、いや、ただのスタッフじゃないですよ。かなり中枢に。まあまあまあ、確かにこの番組もう、何年連続ですか3年か4年か。だって、ね、ジンギスカンだらけの。あ、そうそうそう。そう。最初僕はこの番組何で出たかっていうのをこの間、ええ、ね、ディレクターと、うんうん、話してたら、うん、あ、ジンギスカンだらけという、メリーズ工房がジンギスカンのカバーをした時に、うんうん、はい、ジンギスカンの、うん、
世界各国のカバーを集めたアルバムを作ってしまえと思って、うん、ドイツのやつとかいろんなカバーをね、うん、日本でも変なカバーいっぱいあったんです、うん、それを集めたアルバムを作ったんだけど、うん、そのアルバムをプロモーションしようと思ったらアーティストがいないんですよ。川崎麻世さんとかも歌ってんだけど川崎麻世呼べないしなみたいな、うんうん、どうしようかと思って、あ、じゃあ自分が喋ればいいやってことで出してくれる番組を探していたら、うん、この白野さんの番組に出会ったわけですよそれが最初ですもんね。それが最初なんです。そう、そうですよね。それからまあついついつね、ずうずうしくも何度も出させていただいて、いやいやもう本当によくしていただきありがとうございます。すいません本当に、はい、ここではですねちょっと企画をやりたいと思います、はい、昨年、2012年のハロプロ重大ニュース、はい、まあ1年間全部やると大変なので上半期に絞ってちょっと、はい、1月から順に振り返っていきたいかなとそう思っておりますけれども、はい、1月、去年の1月のことは覚えてらっしゃいますか？あ、覚えてますよ、覚えてますよ、覚えてますよ。私も今手帳をこう一生懸命見ながらって感じですけれどもね、うん、1月でトピックスではどんなものが出てきますかね。そうですね、やっぱり、うん、日テレのドラマの数学女子学園、あ、はい、まあハロプロメンバー総出演という、そうでしたね、うん、まあ総出演じゃないか、出てない、総出演じゃないか、でも若干いるけど出てました、ほぼみんな出て、かなり出てましたね。これは本当にね、うん、でも結構大変だったんですけど、うん、だからもう一昨年のだから年末までに撮ってたんですけれど、うん、ね、本当にみんなのスケジュール合わせるのも大変だったし、うんうん、でその中でオープニングテーマであったり、うん、それからねエンディングテーマ、オープニングはモーニング娘。のぴょこぴょこウルトラだったし、ね、エンディングはボーノの初恋サイト、ああそうでしたね、そう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 、そうか、そう見てましたよ。でもそう、うん、この数女が、まあ数女と呼ぶんですけど、うん、数女、まあこれはたまたま日テレさんからお話をいただいて、うん、すごく新しい企画 で、うん、でハロプロの何かきっかけなんじゃないかってことで僕らもじゃあやってみようってことでやったんですけど、うん、まあこっから多分ねいろんな物事がちょっと変わり始めたかもしれませんね。あ、そうですか、うん、じゃあそのちょっと変わったっていうところまでちょっとたどり着きたいとな、はい、たどり着きたいと思いますけれどもね、はい、1月やって2月が、ああこれか、スマイレージが6人体制になったんですね。あれどうだったんでしたっけ、もうなんか6人、え、そう、ちょっと僕もいつでね、年末でしたよね、前田優香はね、2011年いっぱいじゃないかな。そうですよね、うん、で小川がもうちょっと前ですもんね、8月末とかだったから、はい、そうで、そう小菅さんがそうそうなんですよ、そこがさらにあってややこしいんだ2月はそんなことありました、はい、3月がベリーズ工房、はい、ああ単独公演200回突破、ああすごいですね、うん、まあベリーズ工房もそういう意味じゃね、もう10周年、ね、10年、今年で10年になるのかな、10年、うんうんうん、そう、去年はハロプロ、いわゆるハロプロキッズとしてオーディション合格したのが、そうです、ね、はい、6月25日からちょうど10年という、うんうん、はい、すごいな、これからどういう風にベリーズを、ベリーズはね、うん、そう、そんなに僕は関わってきてないんです、うん、今までこのアップフロントの中でも、うんうん、でもまあももちがああいうことにもなり、ね、まあ、うん、ねえ、さらにね、ももちはね、だって、あれですよ、教育実習にも行っていて、そう、教職を取ろうかという、ももちですよ。小学校かなんかに行ってたんでしたっけ、なんか。小学校です、小学校です。ね、はい。小学校、入り直したわけじゃないですよね。入り直したね。うん。そう。入り直したわけじゃない。なるほど。まあ、そういうベリーズ工房もね、あります、ね。まあ、でもベリーズ工房、本当バラバラの良さがね、うん。うん。より炸裂していくんじゃないですか。なるほど、はい。じゃあ、4月行ってみたいと思いますけれども、はい、これ、はい、4月はですね、アイドル横丁祭り、はいはいはい、私も行かせていただきましたけれども、うん、これがなんかいろいろ、やっぱり、なんかいろんな評判を、まあ、キュートの評判がって言われます ね、 本当にね、アイドルファンのところに浸透したっていうか、うんうん、そういう感じがしますけど、ね、まあでもそれはやっぱり、まあだから僕がキュートのチーフマネージャーをこの時やってたんですけど、うん、ね、初めて僕もその前とか知らなかったんだけど、キュートって全然いわゆる他のアイドルの子たちと対バン形式のやつをイベントやったことがなかった、うん、本当にだからハロプロの中でしかやったことがなかったんで、うん、だったら一回そういうのやってみた方がいいよなと思って、うん、スマイレージはガンガンやってましたからね。そう、スマイレージはだからそういう意味じゃアイドルがいっぱいいる時代にね、うん、できてるんだけど、うん、キュートの時っていうか、ベリーズからキュートの流れの時は、うん、他に
だから AKB もでき始めたぐらいかな。そうですよね。まだできてない可能性ありますもんね。そう、うん、そだしまだそんなに知られてない頃で、うんうん、アイドルグループがほとんどいないんですよ、うん、だから本当にやっぱり身内で、うん、それもやっぱりモーニング娘。とかいろんな先輩がいる中での、うん、ハロプロの中でやってたんだけど、うん、でそこでずっと育ってきたから逆にちょっと内弁慶ったら変だけど、うん、今井の中の蛙ですよね、うんうん、対外試合を知らなかったんで、うん、だったら一発まあキュートの評判が非常に高まってきてる中だったらやってみたらと思いつつ、やるんなら徹底的に勝たなきゃいけねえっていうのはすごい思ったんで、それとか、まあ、たまたまこれあの運営側が、イベントの運営側がねバンドスペシャルってことで、うんうん、バンドをつけてやるっていうことだったから、はい、じゃあバンドならではのやり方、うん、それからまあキュートはやっぱり生歌と激しいダンスが勝負なんで、うん、そのやっぱりどれだけ激しいダンスとそのパフォーマンス見せられるかっていうセットリストを作って、かつ歌えるグループだから、うん、他にはない、まあ、ちょっとした短いネタでもいいやってことで、うん、君チャリアカペラっていうのを、そうですね、放り込んでみたわけです。あれはすごかったですね。はい。あれは、ざわってか、なんかすごく、なんか鳥肌が立つというか、うん、みんなが本当に、なんだろうな、会場がギュッてなった感じしますね。そう。うん。やっぱりそこまでのことは他のグループ誰もやんないだろうと思ったんで、うんうん、一発それをちょっと入れてみようと思ったら、すごかった、うん。やっぱそこでガーッと、なんか皆さんの票、ぐるっと、うん。持ってけたっていうかね。キュートはちょっとすごかったですよね。うん、ここをきっかけにブワッと今年ってか去年か、ね、去年そうそう行ったなというね、はい、そういう感じしますけれどもね。でまあ5月になると新垣さんが、ああそうですね。うん、新垣それから三井もね。あ、そうですね、三井さんね。はい。同時そうです。急だったんですもんね、三井さん、ね。そう、三井はね、そうそういう意味じゃ本当に、うん、やっぱり足の具合がねあれだったんで。うんうん、まあ本人もちょっとその夢半ばみたいな感じではあったと思いますけれど、うんうんうん、まあこれはもうしょうがないですね。そうです、体のことだからしょうがない。そう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 、うん、でまあ5月初めて、女子落語をねやらせていただきまして、あ、そうですそうです、もうこの橋本さんの本当お力をね、いや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 、スケジュールのことなんかも確かちょっと無理言ったりなんかして、うんうん、聞いていただきてありがとうございます。まあもともとね、その、うん、ずっと一緒にねやっている BSTBS さんから、うん、そういう企画はどうだって話があって、うんうんうん、だったらじゃあ白野さんと一回ちょっとちゃんと打ち合わせして、うんうんうん、でも白野さんからじゃあどういう風にしようか、うんうん、じゃあ誰を、とにかくキュートの中で誰をメインに、やっぱ矢島だよねと、うん、矢島にきっちりちゃんとやらせましょうと、うんうんうん、でもさすがにやっぱりぶつけ本番とか絶対できないから、うん、彼女も性格的にもやっぱり何回かちゃんと稽古をして、うんうんうん、稽古しても多分ガチガチになると思うけど、うん、でもそれをやって、うん、でもでそこに白野さんから出てきたアイデアは、じゃああれ青山円形劇場で2回公演だったんですけど、うんうんうん、1回目がゲストがさらに岡井千里、うん、2回目は鈴木愛理、うん、じゃあその2人には同じ演目を、まあ、白野さんがね、うん、やったやつをその場で即興で、そうですね、もう1回返すという、はいはい、ね、即興だからまあまあ事前準備はいらないけど、本人です、うん、何も知らないっていうガチで何も知らない、本当に緊張されてましたからね、本番ね、うん、本番出ていくまで、うん、私たちは何するんですかって、まあまあ行ったらわかるからっていう行っても分かんねえじゃねえかっていうね、うん、で浴衣着てるんですけどみたいな、うんうん、どこ行ったら分かるから、うんうん、まあ落語だよ落語、うんうん、落語に近いなんかするんだよって、でもだから事前に私の独演会にね、来てくださって、そう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 、で、まあそれをやるんだろうっていうことはね、知ってはいたんでしょうけど、でもあれも一番最初も、事前稽古なしっていうような流れだったので、うん、あそこで事前稽古っていうことを橋本さんが、それを OK をしてくださったんで、はい、それも非常に助かってますね。あれはね、やっぱり、うん、そのメインでやる子の、やっぱりキャラクターによりけりだと思うんですけど、うん、矢島は多分準備ちゃんとして、うん、ちゃんとしても、間違えるんで、うん、いやでもあれだけね、DVD 化がねちょっとそう、あれ撮ってないんですよね、そう、なんかプレ工業だみたいなことで、私は別にプレ工業のイメージじゃなかったんですけど、うんうんうん、まあ本当にスタッフ資料の固定カメラしか多分撮ってないっていう、多分上でなんか回せたみたいなんで、 それはそう。だから、幻の公演ですけどね、だからあれを再演をね、どっかでできたら、うん、いやでもね、うん、あれ本当にメンバーたちが、まあ、白野さんも大変だったと思いますけど、うんうん、本当に緊張してて、うん、ガチガチになってて、うん、そのなんか、目の前から伝わる、あの感じ、うんうん、ね、
やっぱその彼女たちがガチでそうなってる様子っていうのは、うん、やっぱり感動を覚えるというか、そこでだってちゃんと矢島真由美は、うん、ね、喋り切りました。ちゃんとね、うん、演目をちゃんとやりましたから。やりましたよ。失敗しても、その、必死にもがいてる姿があれば、うん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 、それで失敗したならしょうがないだろうってところまでいければ、うん、まあいいだろうっていうような、そういうような塩梅もあった、ね、考え方もあったんでね。でも、だからそういう意味じゃ、うん、本当に、僕なんかも初めて白野さんと、うん、いわゆる白野さんの本文、うん、本業のところでの、うん、いわゆるコラボレーションができた。うん、初めての。そうですよね。そう。どっちかというとこっちのフィールドの中に白野さん入ってきてもらったりっていうそうですよ、ね、とこだったんだけど、はい、うん、そう、白野さんのフィールドでっていうのは良かったです。今後ともよろしくお願いします。こちらこそ、時間があるんですけど6月に、ああそうですね、ベリキュー超ハッピーソングというベリーズとキュートの合体っていうのがありましたけど、これは本当にね、曲自体はもともとその2月とかに出たベリーズとキュートのそれぞれのアルバムに入っていて、うん、最初からつんく♂はそれを当て込んで作っていたんですよ。でも誰も気づかなかったというか、気づかなかった。で、もともとそれってモーニング娘。の高橋愛が卒業するときにこの地球の平和を本気で願っているんだよっていう曲と、うん、彼と一緒にお店がしたいっていう2曲がですね、繋がってる。あれはいわゆる曲が縦に繋がってる、うん、はい、っていう感じ、はいはい、そうですね、あれ繋がって、はい、繋がってさらに実は戻れるんですよ。ループするっていうかね、メビウスの輪的に、うん、まあ CD の構造上そうなんないですけど、うん、そういう風にできるように考えていて、そういうこと、トリックミュージックを、うん、だったら今度2つを同時に走らせたら、っていうのをなんかで作りたいねって言ってたら、このベリーズとキュートのアルバムの中で実験をしたんです。なるほど。それが、案外、みんな気づかなかったんだけど、だんだん気づいたやつがいて、うん、これ合体するともしかしてって。っていうネットでの騒ぎがあって、だったら急遽シングル出そうかっていう。なるほど、そうか。そう。あ、じゃあそれで、じゃあネットとかでじゃあ気づいて、人がいなかった場合は別にそれはそれでなんか発表しなかったかもしれないですか？か、まあまあまあ、つんく♂がブログとかで、実はこうでした、種明かし。ちゃんちゃん、なのか、あ、ハロコンとかで、こう、やってみるっていう。そうそう、やってみる、ね。なるほど。そう。いや、でもこれは盛り上がりましたよね。盛り上がりましたね。盛り上がりましたね。うん。すごかったですよね。ということで、まだまだ話し足りないところ山ほどありますけれども、じゃあちょっと曲をここで一曲聴いてみたいなと思いますけれども。はい。はい。ですね。どこら辺は行きますか？これは、アップフロントとしての、2013年のですね、新人です。新人、はい。新人です。紙資料をちょっとね、はい、いただきましたけれども、この方は。明日からのハロコンにも、出ますね。まあ、ちょっと明日出るのかどうかわかんないですけど、会代わりなんで、田崎朝日という17歳、はい、高校2年生の、はい、長崎出身の女の子で、はい、この子はですね、うん、ピアノ弾きながら歌う、まあ、アイドルというよりはどっちかっていうとちょっとアーティスティックなシンガー寄りの子です。うん、で、フォレストアワードといううちでやってるオーディションの、うん、グランプリに選ばれた子なんですけれども、はい。でも非常に可愛らしく、かつ、そうですね、非常に澄んだ歌声の女の子なんで。うん。うん、じゃあその曲をじゃあ聴いてみ、はい、ますか。じゃあ、聴いてみたいと思いますので、じゃあ曲紹介の方一つよろしくお願いいたします。はい、田崎朝日で、ローリングデイズ。1422ラジオ日本、立川白野のサブカル天国エンディングの時間になりました。橋本さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。もう、今年もいろいろと活動あると思いますけれども、いやいや。告知を全部。はいはい。近々のところ行きますか。はい、もう明日からですね、うん、1月2日から、はい、恒例の、ハロープロジェクト、コンサートがございます、うん、2日から、6日まで中野サンプラザ、そしてまたその翌週12、13と中野サンプラザがありまして、うん、その後名古屋、大阪、そして今回は最後福岡までと。すごいな、福岡行っちゃう、はい、いう形でハロープロのコンサートありますんで、うん、皆さんぜひ。そうですね、はい、私も時間を見つけて駆けつけたいと思っております。私は1月の5日下丸子ラコクラブ新春の新春プラザ寄せの方で私出ますのでよろしくお願いをいたします。ということでまた喋り足りないことありますので来週も橋本さん一つよろしくお願いいたします。ということで本日の相手は私立川志らのと、はい、アップフロント橋本でした。それではまた来週お見にかかりましょう。執行役員なんちゅうしてた。